どうもこんにちは、おねえチャンネル TV のおねえです。新年早々からいろいろあってなんやかんやとごたごたしている間に、なんとチャンネル登録者が145人になってました。いや、びっくり。気づいたら100人超えてたのね。いつの間にって感じで、あれ？え？いつ超えたのって感じですね。だって2016年になる前は49人ぐらいしかいなかったはずなのに、あれって感じですね。この短期間に本当いつの間にか超えててびっくりしました。全然動画出してなかったのに、いや本当にもうね、ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、びっくりです。ありがとうございます。動画の投稿ペースはまた徐々に少しずつ上げていけたらなと思って今やってますので、今後ともおねえチャンネル TV をどうぞよろしくお願いいたします。でね、なんとなくあれって気づいた方がいるかわかりませんが、また風邪ひきましたね、鼻声です。今年2016年になって今日5月4日なんですけど、3回も風邪ひいてます。3、4回風邪ひいてます。ほぼほぼ毎月風邪ひいてますね。鼻声じゃない時の方が少ないんじゃないのかって感じです。風邪ひく前に、風邪ひいちゃったらちょっと動画撮るの遅くなっちゃったんで、なっちゃったんですけども、口が回らない。今、池袋で開催されている、ムーミンマーケット2016に行ってきたんですよ。あ、近所ですね。近所か。買ってきたもの紹介なんですけど、4月末に誕生日だった、自分が憧れている大好きな恩人が、新年早々のごたごたを解決はしてないんだけど、精神的に支えてくれた恩人が、ムーミン大好きなんですよ。もうこれはね、ムーミンマーケット行って、限定グッズ買ってきて、タンプレにするしかないじゃん。ないじゃん？喜んでほしいしね。ってことで行ってきたんですけども、行く日、ね、寝坊しまして、15時ぐらいに行ったんですよ、一人で。やっべえと思いながら。で、先着順にもらえるものとかはもう無理だし、お買い上げのプレゼントもダメだった。うん。もう今回もうタンプレのやつはあげちゃったんじゃないんですけども、自分用にね、何個か買ってきたんで、それを紹介&開封していきたいな、ということで、とりあえず、まずは、こちら。こちらね。ムーミンの。会場限定 ?2000 個なんか限定ってやたら書いてある。今回のイベントのやつらしくて。キャニスター缶クランチチョコ、カッコシロ、マグネット付きです。デザインはこんな感じ。ママが、ムーミンママがいて、ムーミンパパがいて、ムーミンがいて、ミーがいて、あれ、スノークいないんですね。スノークのお嬢さんはいないと。うん。で、これも開けちゃってるんですけど、中にクランチチョコが入ってます。これ、なんか、上に全部ついてるんですけど、絵柄が違って、なんかね、もう一個白、これ白で、もう一個黄色があるんですよ。で、黄色と白でまたこれのデザインが違ったりとか、白だけどデザインが違ったりとか、うん、して、で、自分、ムーミンママが結構好きなんで、ムーミンママのやつ。これがマグネット付きコースターみたいな。一応コースター、に使うみたいだけど、マグネットがこれついてるんで、
なんかおかんにくっつくっていうね、鉄に金属にね。でもコースターって別にさ、こう側面に置いたりしないじゃん。からこれはなんだろう、飾りになっちゃうのかな。コースターという名のマグネット冷蔵庫に貼っとけって感じですか ね。こうやってね、冷蔵庫にパーンってメモとか貼っとけばみたいな話なのかな。一回ちょっと鼻かむかな。で、これそのプレゼントの方のサンプルの方にも、のにも入れて買ったんですけど、まあ限定だからね、これね。そっちは、同じ白のデザインで、これはムーミンママで、そちら、サンプルにあげた方はムーミンの絵柄のコースターにしました。開けてみようか。よし。あ、アクリルですね。ガラスっぽいんかと思ったらアクリルで、なんかザラザラ、ベタベタしてる。あと触りがあんまり良くない。こんな。で、これマグネットがさ、ついててさ、完璧もここ、コースターもこれからなってね、マグネットつけた意味がよくわかんない。ただのこの、あれだよね、冷蔵庫に貼る、パーンって貼るやつですよね。まあ、可愛いからいいけどね。ついてて、で、これがね、キャニスター缶ですよ。まあ、仕切らないようにね、なってるね、こうやって。ミーがいて、中にこうやってクランチチョコが入っているというわけです。何個か食べちゃったけど、ね、何個入ってたっけな。もう5個ぐらい食べたんだよね。5、あれ何個入ってたっけな。あ、覚えてない。あー、数えとけばよかった。すいません、忘れました。3個。でもこれに5個足して、10個ぐらい入ってたのかな。何個食べたっけ。やっぱ5個、8個、8個ぐらい入ってたのかな。入るもんね、これね、詰めればね。10個は入ってなかったかな。でも7個、8個、9個入れんだったら10個入れろよって感じですもんね。じゃあ8個なのかな。8個ぐらいだった気がするます。はい、これキャニスター缶、これ限定なんですよ。会場限定、会場限定なのかな。はい、1個、まずこれね。次にこちら、はい、買ったのはポストカード150円です。1枚150円。うん、まあ部屋に飾ろうと思いまして。これなんか良くないですか、色味といいね。この黄色のバッグと床の水色というか緑というかね。ママめっちゃくつろいでますね。ママがいて、ミーがいて、パパがいて、ムーミンがいて、スノー君のお嬢さんがいて、ご飯みんなでご飯食べてるよっていう、いいなと思って買いました。飾ってます。うん、こんな感じ。ミーがいる。はい、よし、クリア。で、あとこれ、はい、マグネットシートですね。ムーミンママのマグネットシートを買ってきました。うん、マグネットシート小400円、過去税別、ムーミンママです。デコレーションマグネットだって。開けてみよう。そう、車にね、貼ろうと思って、なんかムーミンのね、ステッカー探してたんですけど、いいのなくって、あんまり出ない会場行ったらあるじゃん、もうこれじゃん、これ買うしかないじゃんと思ってね。これショーで台もあったんですよ。1600円、1300円だっけ。結構な値段したんだよね。1000円以上してて、まあ、すごい4個分、これの4個分、4倍ぐらいの大きさ、まあ、でっかいんで、そんな大きいのはいらないだろうと思って、ショーにしましたけどね。開けました。
ママですね。ムーミンママにしました。ママ好きなんだよね。なんかね、ダイレクト印刷、マグネットシートに直接印刷していますので耐久性があります。 UV インク使用、耐久性に優れていますので野外での使用も可能です、ということです。ムーミンと迷ったんだけどね、ムーミンママの優しさに包まれたいなと思ってママにしました。裏こんなマグネットですね。これもマグネットだから、くっついたこれ悲しいのはさ、車の後ろに貼っといてさ、気づいたらなくなってるやつだよね。切ね。これもあれですね、今回のムーミンマーケット2016のデザインのメインアートっていうのかな、のやつのママ、ママのやつですね。かわいい。車に貼ろう。これ動画撮り終わったら早速貼っていきたいと思います。はい。でもう一個買ったんですけど、もうね、設置しちゃったんですよ。速攻買って速攻、あ、買って、まあ、速攻ね、設置しちゃった。こちらロングタオル、車のね、ボンネットじゃなくて、なんて言うんだっけ、ダッシュボードに、まあ、恩人もタオルを引いてて、ムーミンの、それを見て、あ、なるほどね、と思って、おー、いいね、と思って、パクりました。はい。キャラものはね、乗せねーって思ってたんですけど、いや、ムーミン、ねえ、まあ、恩人の力がすごい。ムーミン飾って、こう見える位置にね、少しでも、癒しを、元気を、勇気を、希望を分けてほしくって、まあね、ムーミン飾っちゃいました、こんな風に。どんだけ疲れてんだよっていうね。いや、ほんとすごいんだって。パないんだって。すっげえエネルギー持ってるんですよ。で、そのエネルギーにめっちゃ助けられてるんですよ。その人と暮らしたいもん。でね、これね、飾ってからね、ダッシュボードに飾ってから気づいたんですけど、すーごい反射するんですよ。若干運転しづらいなってことに気づいた。今のところ事故ってないんで、まあ、今後もね、このタオルのせいで事故らないように気をつけたいですけど、こんな反射するんだと思って、もう危ない危ない。まあ以上、この4点、タオル、缶、ポストカード、マグネット4点を自分用に買ってきました。ぬいぐるみとかね、欲しかったんだけどね。買っても、どうしようかなって感じだから、我慢しました。まあ、使えるね。車に置くとか、車に貼るとか、部屋に、まあ、飾るにしても、その、ちょっと安めのね、ポストカードにするとか。まあ、この缶はさ、まあ、仕切らないように多分、この、ギュってこう、閉まるやつ、キャニスター缶って多分そういうやつ、だと思われるんですけど、別に仕切らなくても普通にね、これ開けてさ、なんかね、ペン立てにしてはなんか豪華だな。ペン立てにまあしてもいいし、なんかこう物入れてね、その会場に、まあ結構遅くに行ったんですけど、なんと後から計算したら4時間半いました。ぐる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 、まあ、タンプレを探してるっていうのもあって、どれにしようかなーと、ムーミンに、ね、もう会場中ムーミンだらけでさ、いやもう、癒しですよね。ムーミンに囲まれて、何この幸せ空間、みたいな感じで、
気づいたら4時間半、閉店までいました。はよ帰れって言われてる中も、どのタオルにしよっかなみたいな感じで探してる感じでした。まあ一人で行ったっていうのもあってね、あのほら一緒に誰か行ったらさ、早くしてよとか言われちゃうけど、まあそこ一人だからね、好き勝手のんびり、イベントに行ってきました。人にあげるからさ、タンプレしてもらう、自分がすごい恩があるさ人にあげるから悩むよね。まあ、人に何か、まあ、適当にさ、誰でもいいならいいわけよ。みたいな感じであげるならいいけど、もうすごいほら、恩がある人にあげるから、喜んでほしいじゃないですか。何あげたらいいのかなとか、何あげたら喜ぶかなとか。いや、これどう？いや、じゃあ、でもこれもらったら自分どう？みたいな。いや、でも世代が違うからさ、どうすっかなみたいな。悩んでるね。何あげようかなって悩んでる時も楽しいですしね。まあなかなかね、有意義な一日を過ごせませたよ。まあこんな感じで、ムーミンマーケット2016に行ってきたよ。そしてグッズを買ってきたよっていう紹介でした。いや、ムーミンね、ほんとね、影響されてますね、完璧ね。ムーミン好きだな。でもね、恩人イコールムーミン、ムーミンイコール恩人だけど、ムーミンがもう恩人、ムーミン見てるだけで幸せみたいな。しかもね、この間もそのタンプレであげてるんですけど、そのアイコンにしてくれてるんですよ。他の方からもらったね、タンプレのこうわーって置いた写真の自分のこう缶を置いてくれてて、それを LINE のアイコンにしてくれてて、いやー食ってよかったな。よかったら喜んでくれてるのかなと思って、だから悪い方にね考えてもしょうがないから、喜んでくれたんだろうっていう方に捉えてます。いい方にね。どうせさ、どっちだか分かんなかったらさ、とりあえずさ、自分にとっていい方を取っとけばいいわけじゃん。喜んでくれたかな、喜んでくれてないかなって分かんないわけじゃん。聞いたって多分本当のこと言うか分かんないし、だからね、いい方に持ってればいいんじゃんみたいな。そんなに世の中はね、あれだよ、悪いことばっかじゃないよと思う。いい方に捉えてます。きっと喜んでくれたんだと思ってます。はい。言ってよかった。最後までご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をして、また次の動画も見てください。バイバイ。また次の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。